整腸剤、腸の状態を整える薬ですね、はい、それからあとトランサミン、トランサミン、これは止血剤です、はい、それからあとなんだっけな、モサプリド、まあ、消化管の機能を高める、消化管機能改善薬、消化管、要は胃腸ですね、はい、胃腸機能改善薬よくすると、はい、それからあとメトクロプラミド、まあ、これも消化管の機能を高める薬です。まあ、少しの量ですよ。が総合ビタミン、それからタウリン、タウリンというのはちょっと肝臓を元気にするアミノ酸、それから人間にも使われる、そうですね、需要競争に入ってますよね。からあと、総合ビタミンは書いたから、ブドウ糖ね、ちょっとブドウ糖 A で飲みやすくしておきます。ちょっとだけ甘みをつけます。それからプロバイオ、あのヨーグルト買うとよく書いてあるんですけど、ね、プロバイオティクスって、うんうんね、腸の善玉菌、腸の善玉菌を補ってあげると腸の環境が良くなって自分で治す力、免疫力が高まると言われてますね。だから一時明治の R1 飲むと風邪ひかんとか、ね、インフルエンザになるとかって言ってた時があったと思うんですけど、まあ長ち嘘ではないです。免疫力が高まって風邪ひきにくくなると。あとアガリクス、アガリクスってキノコなんですけど、キノコ類にはベータグルカンというタンパク質がたくさん入ってまして、これも免疫力を高めてくれます。椎茸にも入ってます。でもこれアガリクスはたくさん入ってるんですけどね。こんだけの薬を粉にして、この子の体重に合わせて一つの袋に入れますんで、はい、これを1日2回飲ましてご飯の中に入れちゃうと、混ぜる、2回食べてるんですよね。2回食べてます、はい、1日2回で一応7日分出しておきますから、はい、飲ませながら食べなくなったらどうしたらいいですか。すみませんしてください食べんくなったら、うん、難しいな。この子って手で食べる子？うち食べます。あ、食べます。え、何ですか？フードを手で食べます。あ、さっきのミルワームは食べます。あ、ミルワーム、ミルワームがないと食べんくなるかな。反対に分かんないっすね。どうしても食べんかったらさ、ミルワームを本当はちょっと制限したいんで、あんなたくさんやらないで1匹の半分ぐらいをちょっとすりつぶして混ぜてあげるとか。あ、うん、やってみます。でももう食べるんだったらちょっとミルワームなしにしてください。はい、じゃないとなんか取っちゃうんですね。うん、この月齢だって、この子ってまだそんなに月齢全然ないですよ。まだ半年とかね。半年も行ってないですよね。何ヶ月ですよね。3ヶ月か4ヶ月なのか。はい、本当かなと思うんだけど、8月20日生まれて生きたから。そうなんですよ。本当かなって思いますよね。ねえ3ヶ月なら経ってないんでしょ。11月、そうかでしょ。だからね、この大きさってさ、本当この誕生日が合ってるのかなっていう気がするんだけど、でまた理想体重で40、いや400ですからね、うん、はい、でこの間413でもう超えてますねと話したら8日間でまたさらに増えてるから、じゃあこれ今作ってますんで、はい、で多分紙が書けんくなっちゃうから、あ、はい、うん、だからぜひとも、うん、体重計買ってホームセンターで、はい、それとあと何グラム食べてるかを把握してください。はい、で、わかりました。ワンワンなしで食べればなし。ダメだったらもうなるべく少しにしてやってもらっていいです。はい、はい、じゃあこちらね。ありがとうございます。じゃあ今薬作ってますからね。はい、で、ちょっとずつでも出血か止まる兆しがあってさ、はい、いい方に向いてるなら1週間後に見せてください。はい、だけどいい方に向いてないんだったら途中で相談してください。毎日出るってことですね。そういうことです。はい、でも飲んだからってさ、急には止まりませんよ。そうですよね。だからだんだんに減っていく兆しがあるならまだいいんですけど、どんどんひどくなっていくようだったら途中で相談してほしいですよね。はい、その時はちょっとレントゲン取ったりもするかもしれないし。わかりました。というところですね。はい、じゃあ今お薬を受け付けで出しますね。ありがとうございます。はい、じゃあこの袋に薬入れますんでね、はい、何が入ってるかちょっと汚いですけど、ね、買い取りなんで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお待ちください。お支払いってここでするんでしょうか。そちらで。あ、そちらで。はい。はい